ブンブンハロウィーチュどうもマサルです。今こちらに用意しているのはシャープの最新スマートフォンアコス R2 になります。アコス R2 で文字を入力しようとするとデフォルトの入力キーボードはこのような携帯配列になっています。ですので最初戸惑う方も多いと思いますが、この入力方式は変更することができますので、今回はその変更の仕方をご紹介したいと思います。変更するにはこのキーボードが表示されている状態で、こちら左上にある歯車のマークをタップします。そうすると、このような一覧画面が出てきますので、この中で入力方式というのをタップします。入力方式の中に QWERTY キーボードという選択肢が出てきますので、そちらをタップします。そうすると、入力方式はこのようにキーボードのようなQWERTY配列に変更されます。とても簡単な設定ではあるんですが、シャープ独自の入力キーボードですので設定方法がわからないという方も多いかと思います。もしシャープのスマホをお使いで QWERTY キーボードへの切り替えをしたいと思っている方は、今回ご紹介した方法で切り替えることができますので試してみてはいかがでしょうか。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。